はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。 G ジェネレーションジェネシス、今回は機動戦機ガンダム戦機ですね、こちらのシナリオをやっていきたいと思います。でガンダム戦機、まあ、2種類あって、これはもともとプレイステーション2版で出た、まあ、ロスト4クロニクルズで、プレイステーション3版で出た、こっちのねガンダム戦機もあるんですけれども、これはもう0081の、時代なので、まあ、別のお話ですね。でこっちのねプレイステーション2版で出たのはね、だからすげえ面白かった記憶はあるんですよ。もうあんまり覚えてはないんですけど、ただまあすげえいい作品だったなっていうのがあって、でそこからのプレイステーション3版のガンダム戦機が出るってなって、うおー超すげえって思ったら、このねガンダム戦機ねま微妙でしたねまあ多分世間的にも評価は微妙だと思うんですけれども、まあ今回はこっちをやっていきましょう。ステージ1、実験部隊と。宇宙世紀0079。スペースコロニーサイド3はジオン公国を名乗り、地球連邦政府に対し独立戦争を仕掛けた。開戦当初より新型兵器モビルスーツを実用化していたジオン軍は、物量での格差をはねのけ初戦を有利に展開していく。一方、モビルスーツの有効性に気づいた連邦軍も直ちにモビルスーツの開発に着手。しかし技術的にはジオンを上回っていた連邦軍であったが、モビルスーツによる実戦のノウハウは完全に遅れを取っていた。そこで連邦軍はモビルスーツによる実戦でのデータ収集を目的とした部隊を設立。この特殊部隊は全世界を行動範囲とし、危険な任務に就くことも多く、そのため人は彼らをモルモット部隊と呼んだ。であるから、近々ヨーロッパで開始される大規模な作戦のために、ジオンの戦力を少しでも割く目的で世界各地での戦闘命令が出ている。君たちモビルスーツ特殊部隊第三小隊もその任務に従事してもらうこととなる。その作戦とは噂されていたオデッサ作戦ですか？それを知る必要はない。君たちはできるだけ多くの敵の注目を長く引きつけることが任務である。つまり陽動が目的ということですね、公園巡将。そういうことだ。なるほど、我々モルモット部隊にはお似合いの任務だ。これからはモビルスーツが戦場での主役となるでしょう。だからこそ巡将はあなた方に期待しているのです。特殊部隊としての自分たちの役割はよく理解しているつもりです。それでは V 作戦で試作されたモビルスーツを一機送ります。他の部隊では有効な運用方法が見出せなかった機体だそうです。それと新任の戦闘オペレーターを紹介しよう。ノエル・アンダーソン伍長です。よろしくお願いします。彼女のモビルスーツ戦術論は一級品だぞ。私が保証する。第三小隊隊長マット・ヒーリー注意だ。よろしく伍長。はい。では作戦準備に取り掛かってくれ。筆報を待っている。はっ。モルモット部隊。カナダ南西部第三小隊仮設野営地。
何か仕掛けてきたか。まあガンタンクだからね。ノエル・アンダーソンいいっすよね。俺ノエル・アンダーソンめっちゃ好きっす。なんか G ジェネとか他のゲームとかでも結構ノエル・アンダーソンちょくちょく出てくるんですけど、結構使いますね。まあいつかはね、こう原作キャラクターで一つ舞台を作りたいと思ってるんですけど、まあぜひノエル・アンダーソンは入れたいっすね、オペレーターに。標準装備のザク、さらにいい作戦思いついたのか。この前のジオニックフロントとは全く逆っすよね名前忘れたけどグフン乗ってたやつ。こいつもグフン乗ってんな。カナダの田舎なんだ。とりあえずマゼラアタックは破壊したか。めっちゃ至近距離まで近づいてるね。30% もダウンすんだ。ガンタンクで敵軍ユニット全部撃破。3体か。まあ、とりあえずガンタンクの射程に入れないと話にならないからね。で、水中用カスタマイズが、おお、されてる。水中 A になってる。こいつも水中 A だ。むしろ地上より適性が高いし。
さすがだな。どういう簡単だがチューンアップしたみたいなこと言ってたけど、全然簡単じゃないよ。大幅に6から10、ここら辺までか。まあ、とりあえず下に下がっておこう。で、射程に入ったらちょっとセーブをしようかな。まあ、100ミリマシンガンは打ってもいいでしょう。一機でも多くの敵を引きつけて勝負をかける。ゴー。あんまり食らなかった。いや、水中だからか。そろそろ借り入れ時だな。やらせるかよ。うわ、こっちは結構食らった。え、大丈夫か。7000とかマジ無理でしょ、どう考えても。一応グフが入ってんのか。じゃあちょっとグフだけなんとかすっかな。支援かけてミサイルランチャー。いや弱めっちゃ弱。3900って簡単くでどれだけ当たるかだよな。でちょっとこっちからミサイルランチャーをぶち込むか。まあ1200はね、当たれば絶対大丈夫でしょう。ガンタンクの攻撃前にはもう確実にセーブをかけて、もうこういう時にね回避されると今後の作戦行動がめちゃくちゃずれるからな。あ、そうか、移動もできるのか。別に固定放題ってわけじゃないからね。62%。よし、ガンタンクの射程に入った。遠慮なくこれでも食らいやがれ。5000、めっちゃ強いわ。まあでも6900か。ちょっとここはパスしておこう。ミサイルランチャーの方がいいね。100ミリマシンガンがめちゃくちゃ落ちる。おい、むしろ大丈夫か。損傷率 50% を超えたか。まだだ、まだ動く。あれ、落馬図鑑いくつくだったっけ。2160。あっぶね。でこのザクは絶対倒せるから一応セーブしてガンタンクで叩き込むと。ここかな。よーし。でこいつをロケットランチャーのミサイルランチャー、うん、これで大丈夫だな。セーブして当てればいいわけでしょ。ガンタンクが動けないってなったらめんどくさかったけど、別に自由に移動できるんで、まあ割と余裕ですね。そんな動きで避けられると思っているのか。よく当てられるよな。すごいよな本当に。相手だって止まってるわけじゃないんだからね。いや、ジムはだいぶ損傷しちゃったけどね。
これはジオン側のやつらか。そう、ガンダム戦記はね、連邦側のストーリーとジオン側のストーリーがあるんで。いやー、音楽もかっこいいね。確かにこんな音楽だったな。ヨーロッパ山中、リトアニア地方。もうヨーロッパまで移動したんだ。やはりオデッサ作戦が最大のあれか。バターン号の影武者。元の任務って何？あー、核熱ジェットでホバーするジオンの新型か。ドムだよ、ドム。上級士官命令。なんか連邦とティターンズみたいだな。ジオンドムあり。なんだそりゃ。めっちゃ口悪いな。14歳か。14歳で給料いくらもらってんのかな。チーフでしょ。確かにね、ザクが時代遅れかって言われれば時代遅れだよね。このモビルスーツの進歩具合が半端ないからね。
敵集団ジオンにドムあり。第一警戒レベルで待機。なに乗ってやがるギフがずりめっちゃ囲まれてんな。四方向どころの騒ぎじゃないぞこれ。ま、俺たちが守ってやる。なんて言ったって戦艦2隻を持っているからな。ジオンのザンジバルまであるからね。ドムを撃破。マットヒーリーでドムを撃破か。 OK だ。ってことはドムが来るまではちょっと待つか。やっぱりこういうのはね、基本待ち戦術の方がやりやすいんで。さすがにさ、マゼラは一撃で倒せる。2800しかないからね。でグフもなんかいけそうだなこりゃ。このままハロビット、いくら飛んでいるとはいえちょっとギリギリだけど。11レベル、よしよしよし。で、いや、こいつも攻撃しちゃおうと思ったら入らん。ん？ちょっと待って、どういうこと？移動でこうか。さすがにやられはしないだろう。さて、これどうしようかな。ジムスナイパー2とか、これマシンガンで大丈夫でしょう。まあそうだよね、なんやかんや言ってもまだステージ1だからね。そんなに難しくはないよね、もうこの戦力なら。アッザム、アッザムで倒せっかな。メガ粒子砲の威力を見るか。まあマゼラトップはねちょっと防御力が低いから。でもテンションが上がったね。よし、ちょっと撃つか。うん、いいね。すげえ硬そうだなこのアッザム。9700、いいね。で、このマゼラどうしようか。ギャンギャンとか言って大丈夫か。専用ビームサーベル。ハイドポンプってマップ兵器なんだ。どうしようかな、帰ろう。後ろからも来るけど、あれはもう来たらなんとか対処しよう。それでいいや。1体しか動いてこないね。ということはハロの出番だ。ハロの、あー取らない、マジかー、なんてことだ。デカ物ゆえ後ろに行けないか。
テンションが上がりきってないからビットの射程が短いな。この部分はちょっともう陸戦陣の3機でかかれば大丈夫でしょう。数の暴力でなんとかする。ゲルググだな。いくら空を飛んでるとはいえ新型のゲルググにかかれば。あとはアッツァンでこいつらをぶっ倒す。ああ意外に攻撃力あるね。どうしようかな、機動性を上げていくかエネルギーを上げていくか。あとこっちいたっけ、グフがいるだけか。グループ攻撃でいいや。3人しかいないからね。それでも8600。どうしようかな、ガンダム5号機か。ここら辺が全然レベル上がってないからね。こいつは帰ろう。でハローは一応真ん中の方に行って、まあいつでも遊撃部隊として行動できるように。全然動いてこないな。ドムが来たか。もう一ターンくらいちょっとおびき寄せるか。こっちだな。100ミリマシンガン、100ミリマシンガンを2発撃って4500ずつ当たるね。当たらないと思うんだよ。機動力の違いを思い知れ。させるか。何強い。回避された。さすがだ。これが機動力の違いというやつか。とりあえず倒せるやつは倒しておこう。よし、こっちのグーフはこれで全員撃破したかな。で、あとアッツァムであいつ狙いなさそう。届くか。届かねえし。いいや、じゃあもう倒そう。まずこいつのミサイルランチャーを一発当てて。見つけたぞ、新型連邦のモビルスーツなど恐るるに足らん。3300。ミサイルを一発ぶち込めば大丈夫だから、まセーブをして、ミサイルランチャー、聞いてくれなければもう手加減はできない。やってくれたな。よし、当たった。モビルスーツの性能が良くてもパイロットの腕前がしょぼければな。悪いが、これで終わりにさせてもらう。敵の第2波、ザク。アンノウン。
後ろか。悪界か。まあそりゃね、いきなり強いモビルスーツが出てくるかって言われたらそれは出てこないけど、グレネードランチャーとビームナイフル、グレネードランチャーは射程が短くてエネルギーをあんまり使わない、そういうやつか。ガンタンク、ようやく普通のガンタンクになったな。やはり厳しいか。あ、ビームナイフ届かねえし、まあしょうがない。ゲルムも意外に射程にない間な。これは解凍して悪界を回収しに行こう。真ん中の悪界を倒せば OK でしょ。でその間にこいつらをおびき寄せて、まあ、アッツァムで仕留めるか。いいぞいいぞ、聞こうよれ。ちょっとガンダムを駆け抜けていこう。いけるか。12000、ちょっとテンション上げてこう。テンション、うぅー。もうミカミックスは完全にね中毒者だからね。よし OK。 確かにここでね鳥持ちランチャーがあると楽なんだよね。でもな、鳥持ちランチャーをね装備している余裕がないっていう。誰で倒そうかな。ギャンだな。行くぜおりゃ。やはりそれなりには当たるな。でここはアッタムで倒すから少し前線に出しておくか。その間に回収をしないといけないからね。捕獲、下のやつ捕獲できるか。あ、できるね。よし、じゃあ倒しに行こう。もうアッタム1体でいいでしょう。所詮はザクだからね。ザコに構ってられねえんだ、さっさと片付けねえとな。この巨大なモビルアーマーを見てどうしてそんな口が叩けるんだ。運だけじゃ勝てねえってことを教えてやる。いやー、かわいそうだな。完全にザク大破だろこれ。むしろここまでダメージを食らって生き残ってるのがすごいよな。一つ手合わせ願おうか。そういやね、クエストをねちょっとチェックしないといけないんで、そういうあのステージをやる前にオプションパーツとかね手に入ったりするから。お、今回はわりかしサクッと終わったな。ノエル・アンダーソン、いいねー。メガバーニア、移動力プラス2、これはでかい。まず編成で、悪界はさすがにいらんかな。解体しよう。誰かレベル上がった？特に大して戦闘してないからね。3レベルでもうアプサルスが作れるんだ。
じゃあアプサラス作ろうか。マジこのルナタンク何なの。宇宙に行ったらルナタンク作ってみる超弱そうだけど。でバーニア系はちょっともう変えよう。外して、メガバーニアにしよう。高いなぁ。でハロも、バーニア外して、メガバーニアを買ってあげよう。でそうするとねバーニアがね余ってるから誰かにつけるか。体調機にとりあえずつける。バーニア装備してるし。ブースターとかねなんかついついブースターって買っちゃうよね名前的に。ゲルググ、ゲルググはね射程が短いからバーニアはね必須だね。よしこれでいいでしょう。はい、というところでじゃあガンダム戦記第1話これで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。